はい、今回はね、部位を回る時の注意事項。注意事項。はい、まあ、トライアスロンの場合、海に大きな部位が浮かべてあって、はい、まあ、それを回って帰ってくるというコースになりますけども、はい、まあ、大体そうですね、ホノルルトライアスロンだと100人ぐらいの人が一斉にドーン。怖いなぁ。はい。で、まあ、スタートの時ちょっと混乱していて、ちょっとみんなばらけていく。で、V のところになると、やっぱりみんなその V に向かって泳いでいくから、そう、だん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 近づいていくんです。はい。なので、まあ、その時に、ちょっと内側に行っちゃうと、みんなから、ああ、やっぱりそうなんだ。押されてしまったりとか、はい、しまうので、もし怖かったら、ちょっと外回りを回ったりとか、ね、うん、するといいと思います。はい。あと、泳ぎながら曲がるっていうことはやったことないでしょうか。ないです。ね。はい。それを今日ちょっと練習したいと思うんですけど、はい。ね、片手だけでこう泳いで手をガイドしたりとか、あのカヌーとかそうでしょ、曲がるときから、そういうふうに、ちょっと違ったテクニックを使って部位をうまく回ってスムーズに、ね、レースが進められるように、はい、そんな練習を今日はしていきたいと思います。はい、はい、はい、V の回り方やってみましたけどね、はい、うまく回ってたと思いますけども、おお、はい、とてもスムーズに回ることができました。はい、はい、どうでした？そうですね、やっぱりこう両手を使うよりかはこう軸が定まってるとどこに行けばいいかが自分ではっきりするので、はい、やりやすかったなって思いました。素晴らしいコメントです。おお、はい、やった、ね、はい、それが感覚分かったってことは素晴らしいので、うん、はい、これも実践練習ですからね。はい、はい、やってみましょう。はい、はい、